こんにちは、赤ペソ先生です。男性の皆さんはヒゲ剃りってどうされてます？電気カミソリ、それとも T 字カミソリですか？私は肌が弱いので電気カミソリですると負けてしまうので T 字カミソリを主に使っています。またそのヒゲ剃りをするときに塗るものっていうものがいろいろありますよね。シェービングフォームっていうスプレー状のものであったり、シェービングジェルであったり、最近ではシェービングオイルっていうのも出てますよね。私は今目の前にありますけども、シェービングソープという粉状の石鹸を使って毎朝泡立ててヒゲを剃っています。ヒゲを剃るっていうのはもう毎日しなければいけないので、できるだけ楽しんでやりたいなと思いまして、このシェービングソープと、ちょっと汚いですけども、シェービングブラシという泡立て用のブラシですね、とシェービングカップっていうものを使ってます。よく理髪店とか美容室とかで見ますよね、こういう取っ手が。でこれ割れてしまったので、今回ちょっと違うものをということで、ダイソーで買ったスープカップと、これまたダイソーにブラシが売ってましたので、ダイソーのブラシを試してみたいなと思いまして買ってきました。ということで実際に泡立ててみたいと思います。ちょっと白い器に白い泡なので見づらいかもしれませんけれども、そこはごめんなさいね。それではまずカップとブラシとソープを用意します。で必要なのは水ですよね。普通だったら洗面台にいると思いますので、洗面台でまず器に水を入れて、まあ普通は温めた方がいいですけれども、温めたお湯あたりで器を湿らせてください。同様にこのハケも湿らせておいた方がいいですね。でこの器の水は捨てましょう。ちょっとこのブラシが使い始めたばっかりなんで毛が抜けてしまいますけれども、すいません。そして毛についている水分で十分泡が立ちますので、あと石鹸の粉ですけれども、これはちょっと多めに3プッシュぐらい入れます。中に入ってますよね。これをあとはもうおもむろに混ぜるだけです。そうするともうこのぐらいで泡立ち始めますけれども、はい、泡が立つ音がしてますよね。もうこういった感じで泡がすぐ立ちます。で今の泡はまだ泡のキメが細かくないので、もっと細かくした方が肌に張り付きやすいです。音が少し変わったの分かりますでしょうか。こういう感じですね。先ほどの泡より密度が濃くなってます。でこだわる人はこれによく保湿成分とかで使われるグリセリンを一滴垂らしたりですとか、アロマオイルを入れることで自分の好きな香りにしてヒゲを剃っているようです。はい、ここまで来るともう泡が落ちにくくなってますね、このようにといった感じで、これで肌に塗ってヒゲを剃るといったものです。ということでシェービングソープの紹介と、みんなヒゲ剃りを楽しんでみませんかというこの泡立てをする動画でした。